はい、トライアル級生物園院長の島井です。お願いします。本日は、立春2月4日前後は症状を訴える人が増えるについてお話したいと思います。この YouTube 動画をね、撮らせてもらっているのが1月29日なんですが、まあ、立春2月4日までね、まあ、近いんですね。立春の前後はですね、まあ、症状を訴える人がまあ増えるという話をね、お伝えしたいと思います。他の時期でも症状はまあいろんな症状がね、まあ、出ると思うんですが、まあ、いろんなね、時期でいろんな症状が出ると思うんですが、簡単に言うと芽が出る時期イコール症状もまあ出てくるわけなんですね。まあ、立春春になってくると、まあ、地面から芽が出てきますよね。まあ、それと同じで、体からもですね、まあ冬場蓄積されたですね病が出やすいということなんですね。実際ですね、まあ、当院も治療院をやってまして、まあ、2月3月っていうのがね、患者さんがグワーってね、新患さんがまあ増えますね。新しい症状をね、持って新しい方がまあ増える時期だなっていうまあ印象をですね、毎年感じてますね。まあ、その最大の理由はまあ立春、これだと私はもう確信してますね。2番目、座骨神経痛、頭痛、寝違い、顔面痙攣、顔面神経麻痺、生理痛、うつ病、睡眠障害、ね、あとはまあ皮膚病なんかもね、出やすくなってきてますね。ありとあらゆる症状がまあ出てくるんですね。まあ、いろんな症状がですね、まあ、こういった時期にまあなるとですね、まあ出やすくなるという話ですね。でもですね、座骨神経痛になると、まあ、整形外科に行ったり脳神経外科にね、頭痛で行ったり、まあ、寝違いでまた整形外科、顔面痙攣で耳鼻咽喉科、婦人科、心療内科ね、皮膚症状で皮膚科ってね、まあ、行く方が多いんですが、まあ、そこではですね、まあ、それなりのね、ことをまあ言われると思うんですね。まあ、実際当院でもですね、まあ、今日ですね、こんな問い合わせがあったんですね。まあ、顔面神経麻痺になったとね、まあ、病院に行くとですね、まあ、ウイルスが入ったんじゃないかということで検査させろと言ってるんですが、まあ、前からね、ある程度知ってる患者さんだったんで、その体質も分かってるんで、もう私はもう絶対に立春のせいだと思うんですね。それでまあ治療した方が、まあ、体にとってはですね、本当の意味での治療になるわけなんですね。まあ、そこでその顔面神経麻痺についてですが、まあ、ウイルス説をね、考慮して、まあ、ステロイドとか血流改善とか、まあ、神経伝達を良くすると言われるね、まあ、そのビタミン剤とか、まあ、抗生物質なんかを与えてもですね、まあ、本当の理由が立春だった場合はですね、まあ、これはですね全く意味がないことをやってるということなんですね。まあ、そういったことをですね、病院の医師は本当の理由が立春のせいだとは知らないんですね。まあ、結構なね、まあ、数の患者さんがですね、まあ、その暦によってね、まあ、症状が出てるケースが私はあると思うんですね。プラスまあね、満月で頭が痛くなる人もいますし、生理周期でね、症状が悪化する人もいるんですね。まあ、考えてみてくださいよ、ね、急にね寒くなったり暑くなったりするだけでやっぱり風邪ひく人っていうのは増えるわけですね。それぐらいですね、その気候の変化とか季節の変化っていうのはですね体調を壊しやすい時期なわけですね。ですのでこの立春もですねものすごくまあ重要なキーワードなんですね。まあ、こういったね、まあ立春ね、これはまあ多少鍼灸師向けになるんですが、まあ、肝ですよね、五臓六腑の肝に、まあ、悪いものが入って悪さをしているケースがあるんですね。まあ、そういった、まあ、治療法をするとバーンって治りますね。ものすごく良くなるんですね。まあ、そういったね、ような状態の患者さんもたくさんいらっしゃると思いますので、まあ、病院でね、まあ、病院行かれるのもいいんですが、まあ、東洋医学が、まあ、好きな方は、まあ、立春でなってる可能性もあるので、まあ、いきなり東洋医学専門の治療に行っていただいても結構ですし、病院に行って、まあ、改善しない場合はですね、ひょっとしたら立春が理由なんじゃないかなということで、東洋医学専門の治療院も選択してみてください。本日は立春2月4日前後は症状を訴える人が増える、これは紛れもない事実だと思います。以上です。